皆さんこんにちは。スピリチュアルカウンセラーの片山たづこです。今の時代、情報がもう本当に溢れていますよね。この情報があるからこそとても便利になりました。今日のお話は便利になるお話ではなく真逆です。どんなお話なのか。この情報が溢れてるからこそ気をつけなければいけないこと、どういう気持ちで見ていかなければいけないのか、自分を不幸にしてしまうような見方にならないように、今日はそんなお話をしていきたいなと思います。今回はですね、なぜこのお話になったかと言いますと、先日スピリチュアルカウンセリングでお客様の相談内容が、数年前から私は体調を崩してしまったんですとおっしゃるんですね。どういうふうに体調崩されているのかとお話を聞きましたら、何か心が苦しくなってパニックみたいになるっていうことなんですね。で、精神状態が不安定になってしまったんだと、数年前から。おそらくネットの情報の中で事件の真相はどうなんだろうか、そして歴史の謎など、その内容をネットで調べるようになってから体調を崩すようになったとお話しし始めたんですね。この話をしなければ、もっともっと多くの方が苦しい目に遭ってしまうなと思いましたので、今回はこの話に決めたんですね。まず、霊感がある方は特に気をつけなければいけないことを今日はお話をします。そして霊感がない方ももちろん気をつけてください。本当にこのネットが普及するようになってから、もうわからないことがほぼないぐらい、もう調べればすぐ回答してもらえますよね。本当にすごいなと、昔の方がこの時代を見たらびっくりしますよね。そのぐらい便利になりました。私も利用しているんですが、私の話からまずしましょう。私はやっぱりこうやって霊感があるので、いろいろな情報に振り回されないように気をつけていることがあります。当然ですが、テレビも見ます、ネットも見ます。その中でとても怖い経験を何度も何度もしてきたんですね。それはですね、ニュース皆さん見るじゃないですか。私みたいな能力があると、ニュースを見てると、その時の事件ですとかいろいろなことありますよね。その情報を集中して見てしまうと、その時の事件の様子とかとても怖い映像が脳裏に出てくるんですね。それだけだったらまだいいんですが、私は体調を崩されている方が目の前にいたり、意識を向けたりとかすると、同じところが痛くなったりとか苦しい思いになる体質でもあるから、だからこそ分かりやすかったりもするんですが、あ、胃が痛くなったな、この方は胃が悪いはずだと思って胃を見ると、やはり胃炎を起こしてたりとかするんですね。以前にですね、そのニュースを見て怖かった経験は、殺害されるシーンが出てきた時に、いろいろな事件があると思いますが、一つで言えば本当に首が切られる激痛が首に走ってしまって、なんと怖いんだろうと思ってから、でもニュースを知らなければいけないと思ってテレビを見るんですけど、やはり意識を集中してしまうと、いろいろな情報が私に入ってきてしまったり、痛みや苦しみを伴ってしまうんですね。さらに以前、ある場所で、海外なんですが、テロがあったニュースが流れたんですね。私は意識をして注意していたんですが、何気に、まあ殺害事件でもないので、何気に見ていたら、そのものすごい人数の方がもう逃げてるシーンが映像で流れたんですね。その時に私パニックになってしまって、こんなに皆さん大混乱でパニックになったんだと、全部受けてしまって苦しくなってしまうんですよ。これは本当に2つの内容だけをお伝えしましたが、私は情報を見た時に気をつけないと、こうやって体感してしまうので、心も体も苦しくなってしまうんですね。これはただ私は霊能者なので、かなり研ぎ澄まされた状態なので、皆さんは私みたいにはならないだろうと思うかもしれませんが、中にはやっぱり霊感のある方がいらっしゃって、コントロールが効かないぐらいの霊感で、そして自分がそれほど霊感があるという認識もなく、ニュースを見たり、先ほどのお客様のように
心を苦しめて心が病んでしまったんですね。それが長年にわたりいろいろな病院で診てもらったりしてもなかなかこの体調の崩れてるのが治らなかったらしいんですね。でいろいろな霊能者にも見ていただいて、ただ他の方ではお祓いができないと、あなたには霊がついてるけど私にお祓いができないと、そんな内容だったんですね。で先日私のところにいらっしゃってたくさんの霊がついていまして心の病気になってしまっていたんですね。でヒーリングをしてお祓いもしましたら、その方は感染が終わった後ね元気に帰られていったんですが、本当に良かったなと思ったんですが、その方にもね注意したのは、その情報をもう集中して、お客様は霊感があるのでそれを調べたりとか謎を解きたいと、事件の真相、そのネガティブな情報にどっぷりと使ったらこういうことがあるんですよとお話をしましたら、本当に怖いですね、多分そうなのかなと思ったんですが、やはりそうでしたかと、そういう話になったんですね。この霊感って個人を、亡くなった方を下ろしてお客様にその亡くなった方の声を聞かせる、メッセージを届けるということもしているんですね。そういうことができるので、歴史上の人物を以前下ろしたことが何度も何度もあって、その偉人たちはどういう歴史があったのか、この歴史で言われている情報として私たちが見ている内容は本当なのかと紐解いてしまっている時期が私にはあったんですね。それはお客様からの依頼で私はそういうことをしてたんですが、で良かれと思ってお客様も喜んでくださるなと、そしてこういうことだったんだと、本当はこうだったんだと、そういうふうに思いながら見させていただいていたんですね。ある時私体調を本当に崩してしまって、真っ青になって、何かとにかく心が苦しくなってしまったんですね。今何が起きているんだろうと、はじめその歴史を紐解いていることとか歴史上の人物を下ろしていることが原因だと気づかないで、最近何だろう、何が起きているんだろうと思った時に、もしかしたらと思って、私が最近今までと違うことは何だっただろうと、歴史上の人物を下ろしてその方々の本当の話を聞いているなと思った時に、天に聞いたんですね。私は今こういうことをしていますが、こういうことは本当はしてはいけないんですかとお聞きしたらですね、歴史上の偉人たちと会話をしたらいけないと言われてしまって、そういうことだったのか、私が入ってはいけない領域に入り込んでしまったので、体調を崩して戦国時代の武将とかを下ろしたりとか本当にしてたんですね。本当に初めは面白かったんですが、もう今は絶対しません。そんな依頼があっても絶対お答えしないようにしているんですが、なのでこれは私が、タツさんは霊感があるからですよねと思うかもしれませんが、中には本当にその情報で心が苦しくなったり、そして霊感じゃなかったとしても、霊感がなかったとしてもその情報に振り回されてしまって、全ての情報が私は合っているとは思っていないんですね。なのでその情報を鵜呑みにして、そうだったのかと勝手に混乱して勝手に苦しくなったり悲しくなったり、そして自分ができない領域のことをどうすればいいんだろうと知ることによって悲しくなるんであれば、何かその情報はあなたにとってプラスではないんじゃないかとやっぱり思ってしまうんですよね。なので私はね、そこからはニュースとかテレビ、そしてネットの情報、不法の情報とかも飛んでくるじゃないですか。そういうことにも、はあ、こういう亡くなり方をしたんだ、こういう悲しいことがあったんだと、感情を入れすぎないように、見すぎないように、どっぷりと浸からないように、私はある情報が入ってきました、こういう情報ですねとさらっと流すようにしています。皆さんも、あ、心当たりがあるなと思った方は気をつけてその情報をご覧になってください。そしてその情報によって一喜一憂しないように、翻弄されないように気をつけてください。今日はそのたくさんの情報に振り回されない生き方、物事の考え方、怖いことがありますよということも皆さん知っておいた方がいいですというお話でした。
いかがでしたでしょうか。これからも皆様にとってプラスになる、幸せになるヒントのお話をしていきたいと思います。素敵な一日をお過ごしください。またお会いしましょう。さよなら。またね。